今とりあえずアーカイブもつけたけど、え、何が原因なの？なんかコードが切れた？だから今線とかが飛んでったのかな。あれ？入った入った。そう、え、みんなが去ってってあれ、じゃあ幻の今の誕生祝いだ。あ、もう入ってるよ、復活だけど。すみません、なんで今意味が分かんないよな。なんかよく原因は分からないんですけど、なんかサーバー、アーカイブは大丈夫、最こういう時こそアーカイブは大丈夫、さっきのアーカイブが幻のアーカイブになっちゃったよね。 Oh my god、 残ってんのかな。なんか理由は分かんないんですけど、いきなりサーバーが飛びました。なんだこっちの席いいんじゃねえでしょ。ブラックアウトしちゃったって違うんだよね。なんだろうね、何が起こったんだろうね。いや、ブラックアウトもないね。バースデー初めてだよね、これね。やっぱり今の、うん、今の誕生日がそう、幻の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 バースデー、幻のバースデー企画と。すいません、でもあれじゃない、もしかしたら残ってないの。ラカイバー残ってるかもわかりません。後で確認してみます。はい、でははい、昨日からユースト自体が不調になってますね、坂さん。そうなんだ。あ、トレインさんの番組でも散々だったらそうです。あ、そう、 OK、 そのことです。じゃあ、まず今日、あれあれってさくらちゃんも最後ね、さくらちゃんで、じゃあ、出張報告の仕切り直しっていうことで今日は、はい、で後半には、ね、歌で、実は沢さんのちょっとコーラス入りの新曲も用意してるんだよね。はい、皆さんぜひ最後までよろしくお願いします。じゃあまずはせっかくだから、この間のほのかが一緒に岐阜前高田気仙沼行ってきた、はい、報告ビデオを見てもらった後、はい、写真で振り返ってみますか。はいはい、はい、彩乃ちゃんが駆けつけたんで、じゃあ彩乃はいけるじゃん。 OK、 どうしたの今の。アーカイブが急に放送が、うん、配信が止まっちゃったの。あれ終わった後、あらららで聞いたらみんながユースト不調なんだって昨日の晩から。そうなんですか。だからじゃあ彩乃だけが一番美味しいじゃない。あ、じゃあ今間に合う間に合う、はい、じゃあ仕切り直しや。ちょっとじゃあほのかの横に彩乃ちゃん置いてあげて、先の写真、今日の一部の写真残しとこうよ。はい、今日の一枚はこちら。で、沢ちゃんが何、赤と白でレトロがどうのこうの。あ、おいで、そうそうそう、お姉ちゃんだよ、お姉ちゃんだよ。沢さん、もう一回仕切り直します。じゃあせっかくだからリバーブも入れて声だけみんな参加してね、そっちも、はい、おいで、あいちゃん、はい、あいちゃんこっち、お姉ちゃんだよ。もっと、はい、あいのもっとこっち、せーので、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、あれ、昨日バッチリくる、ハッピーバースデーディアサボさん、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとう。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。今日の一番は鉄道、ごめん、おめでとう。今日の一番あれだよね、はい、鉄道のおめでとう、彩乃の、はい、プレゼント、彩ちゃんのプレゼントは、カメラちょっと待って、ちょっと待ってよカメラ、彩乃ちゃん待って、はい、今日の写真1枚は京浜急行2100系、はい、2ドア展開シート車両で主に特快で活躍、はい、はい、あいの持ってきて、はい、あいちゃん、はい、何でしょう、はい、よっ、わー、これはシステムコラーゲン、はい、結構カメラすごーい、はい、あいの
のジャージで来たのお前。ありがとう。あちゃん、あちゃんどういたし、どう、はいどうぞ。どういたしまして。後ろにはマイメロちゃん背負ってんだよね。ありがとうございます。はい。マイメロちゃん背負ってる。マイメロ。マイメロちゃんのリュックを背負ってる。よし、アーカイブ大丈夫だよな。イエーイ、よかったよかった。実は前にも先やったのは幻のアーカイブとなってるかもしれない、ね。はい。そうですね。OK。じゃあ気を取り直して。じゃあ出張の仕切り直しでビデオからいきますか。はい、上条くんとかさくらちゃんとか、上条くんは合宿だったから見てないよな。カホもいなかったかな。はい。いつ行ってきたか出張のことを VTR に行かないと、はい、この、うん、あの陸前高田に行ったのは、うん、5月のゴールデンウィーク中に2日から行って、うん、4日の朝帰ってきました。強行スケジュールだったね。はい、すごい強行スケジュールでした。はい、そんな中行ってまいりました、うんうん、その VTR です。はい、行きますか。はい、じゃあこの後、振り返りながらちょっと話しますか。はい、はい、VTRほな、行こかは、5月の2日、6時、7時ですね。これから、陸前高田へ、皆さんが、向かいます。ほのかちゃん、はい、いってらっしゃい。気をつけて。そして、高田さん、いってらっしゃい。目が光っちゃってる、これ。はい。ほのしさん、運転気をつけてくださいね。はい、はい。それでは、皆さん、気をつけて。はい、いってらっしゃい。バイバイ。気をつけて。ねえ、チューリップが綺麗に咲いてます。その向こうには瓦礫の山が、です。ナビにはここに島村があったと書いてありました。島村です。は道の駅があった場所で、道の駅ですね。まだ松原。あら、頑張ってます。すごい。シェリフ岡本。あー、頑張ってるな。頑張ってる。結婚式場。式場幸せなはずの場所で。見てみな、これ、こんだけ全部だ。全部、なんもない。ドラゴンデール男の大きな女性。やっぱりテレビとは違うでしょ。なんか全然ね。怖い。なんもない。なんかカモメがここに飛んでるのがすごく不気味ですよ、私。見て下、なんでこの鳥はこの目緑。うわ、見てこの瓦礫が。前からじゃここっち来たっけ。足りなかったよ、確か当時は。私が1週間目の時は取れなかった。ああ、大多数。うわ、こちらが高田松原第一球場。どこまで来たか分かるじゃん。全部だ。これは何？上まで。今4階だけだよ。本当だ。3階まで。5階。4階まで。5階だけが無事で、4階までがダメ。でも後ろの塔は見て、後ろの塔は違う。3階でも生き残ってる。うわー、何が接触を開けるんだろうね。流れた。今のなんかリアルだね。高いの。これ歩道橋？歩道橋じゃん。
これね、電車ですね。電車の線路が上を走ってたみたいです。足だけが、橋脚だけが残ってます。お店がオープンした。チューリップが咲いてる。沼屋さんです。そしてこちらは工房だから加工風呂やってるのかな。今何時までなんですか、ここは。4時までなんです。あ、そうですか。あ、ちょうど4時延長してくださって。すいません。ありがとうございます。こんだけ残った大杉だそうです。周りには、お花などもあって、やっぱり早く待ちだというのがある。喜ぶと虹がかかるそうです。宮が残って避難所にもなるように。階段も高くて。あ、伊藤さんいました。います。あの、一緒にご一緒になると思います。すごい。はい、陸前高田に行った VTR でした。はい、じゃあちょっと振り返りながら、ね、写真で振り返ろうと思います。まず1枚目 は、まずはね、私が多分宮城県の気仙沼で、ね、私が行って1枚目に撮った被災地の状況です。私が多分ツイッターにつぶやいたので見た人も多いと思います。強烈だったよね。はい、車が近くに止まってるんですけど、あのそれと大きさを比べるとやっぱり大きいのは分かると思います。車から降りて撮ったところの様子。これが1枚目だ。ごめんね。
車から降りたんだ。そうです、車から降りて。これどうだった？撮りました。でも、うん、本当にそんなもう電信柱と同じぐらい大きいじゃないですか、うんうん、これが津波で流れてくるって思うと本当に怖いですね。電信柱の電線は、あ、これはもう復興したわけだよね。だよね、早いね、まあ、早いね、それはね、すごいびっくり。これさ、さあちゃんと行った時の覚えてるよ、あの、うん、何にもなかったもん、周り。だから俺一番目に船、うん、わあ船はあると思った同時にパッと見たのがライフラインなの、うん、あ、電線はあるっていうのがね、びっくりだね、これね。行ってる途中に糸さんたちはあの前に行ってるので、やっぱり復興してる様子、比較して分かるんです。でもね、今日もちょっとつぶやいたけどね、まあ邪魔だ、これからだって思った。テレビではもう忘れですね、どん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 あんだけ報道したものがなくなっていくもんね。だからこの番組通じて伝える必要があるね。そうですね、だあんまりもう報道されることって少なくなってきてるじゃないですか。そうだね。で、これは街並み、沢さんの知り合いの親戚の工場の周り、ね、ですね、家がもうこのままもう本当何にもないもんね、まだ。そうですね、ここでお線香あげたりしたんだよね、みんなで。はい、たくさんの人がここで亡くなったって聞いてね、みんなでお線香をあげて、これ家の跡地、うん、そうですね。これ大体さ、土台を見ると玄関のところだけがちょっと作りが違うので、玄関わかるじゃんね。どこが玄関かとかわかるもんね。すごいそれが切なくてね。そうだね。あ、そうなんだよな。きっとさ、子供がさ、ただいまとかって上がってたとこなんだろうなと思うとね。少し音声が小さい。はそうです。あ、これね、今ねマックスなんです。あ、じゃあこの声、大きい声、大きい声で喋りたいと思います。今誰が、しょうちゃん、ザカさんですね。あ、しょうちゃん分かってる。じゃあちょっと、あれ、その私の声がちっちゃいんだと思います。雑音はノイズが大丈夫ですかね、皆さん。うん、大丈夫じゃないかな。大丈夫、大丈夫です。本当に、あ、はい、はい、ごめんなさい、すいません。次いきますね。はい、次の写真は今、あ、じゃあここずっと気仙沼を通って、この陸前高田に入ったんだね。今度陸前高田に行くと道中にね、写真がある、はい、道の、これはもう、はい、これは街中ですね。街中ですね。復興してるとこと、まだ街中でもこういうのが何にもなくなってしまったと。前ね、沢さんと行った時はね、井戸さんはね、あのちょうど自衛隊が生存の安否、ここに人がいるかいないかって印がついてた、はい、もうこの家はもう見たよとかっていう、そういうのがね、あのそういうのはなくなってた。でもやっぱり、ほんと1年で この程度かっていうのは思った。まったまだ、まったまだなぁ、それが感想。でこの日実は、はい、陸前高田入って、柴田大山さ さん、まずその会場で祈りにすぐに祈りに当たりに行ったんだよ。すごい、その中もびっちょびちょだったもんね。はい、もう映像とか撮ってるうちにもう横風で雨が入ってきちゃって、傘さしてても、みんなで囲炉裏に当たりました。そうね、傘が無意味なぐらいだよね。そうですね、何もないですねって上条くんも言ってるよ。そうだね、はい。で、大山さんっていうのはもうすごく素敵な人だとね。この方です。はい、竹に親しむ会、うん、竹のアーティストっていうかね、竹で、ね、いろんな忍ぶえや木琴みたいなので、演奏してくださいました、はい、おじいちゃんとかも
おばあちゃんとかお年寄りの方やちっちゃい子からみんな口ずさんでて、そうだね、はい、で実は終わった後にこの、はい、荒木聡子さんが今回僕たちが会いに行ったのは実は彼女と彼女のお母さん荒木滝子さん、彼女が去年のね子ども地球、サミット中止して震災ライブにも駆けてくれたから駆けつけてきてくれて、あのいろいろ被災地の状況を伝えてくれたんだよね。で彼女の子ども地球サミット的に言うともう彼女のは合算神社っていうところの娘さんなんだけど、うん、その宮司さんとお父さんの宮司さんで奥さんが、まあ、彼女のお母さんおばあちゃんが、その奥さんでその人が避難所の、全部仕切ったんだね陸前高田で、その人の話、まあ、本人もついこの間本に出たんだけど光に向かってっていう、うん、この本にも関東にその太子さん小田さんのお母さんが出てこの人の出会いから、被災地の支援を、こうやろうっていうことと窓口になってもらってるんだね。でこの人に会いに行ってきました。行ってきました、はい、でこの最後の挨拶があって、実はサプライズゲストがサプライズゲストがですねいらっしゃってました。あ、これいいよ、ね、聡子さんの話、うん、あのほのかが以前会った時よりもすごく優しい雰囲気に感じたって言ったけども、うん、やっぱり震災直後の時はね、うん、ぐらいの彼女は自分で言ってたね、うん、すごくねやっぱり自分の知り合いが亡くなってたりとかすごくなんだろう、うん、辛い思いがねすごくて不安定な状況で来てくれてたので、そういう意味ではそうだね、人の心はちょっとずつちょっとずつ癒されてるなっていう感じがしたね。そうだね、うん、そうだね、うん、はい、で最後になんとサプライズゲストで白井孝子さんで、行ったほのかはちょっと分かんなかったんだよね、井戸さんとかほのかの親父とかあと高田ちゃんはもうびっくり、特に井戸さんはねもう久々の再会っていうかね、二十数年前にね彼女の舞台で演出やらせてもらったので、まさか陸前高田で出会えるなんかはもう夢にも思わなかったね。こういうことが客席は、はい、こんな感じでね、はい、ほのかが誘導しないと、はい、はい、最後のアンコールで、うん、あの世界に一つだけの花を弾いてくださって、うん、その歌はやっぱり結構私最近というか結構平成になってからの歌なんですけど、うん、やっぱり結構みんな口ずさんでてみんな知ってるんだなと思いました。うん、そうだね、はい、でそこから移動して荒木さんのお母さんに連れられて、はい、虹のライブラリーに行ってきました、はい、やっぱりここは被災地ってあのもう何もなくて虹って感じだよね、もう灰色の世界なんですけど、うん、ここはやっぱり色があって、うん、心を癒すためにもカラーセラピーとも関係しているそうです、うんうん、そうだね、効果空間はこんな感じで、これわざわざもう閉まった時に開けてくれたんだよね、はい、はい、で滝子さんという方が、うん、あ今目指すね、この人すごいいろいろな話をしてくださいました。はい、合算神社の宮司で、このここはね流された津波で流された神社の跡地にできたんだね、うん、はい、合算神社とは別の八幡宮だで、やっぱりここってすごいあのカラフルであのみんなのために作ったところなんですけど、うん、やっぱり津波のあった沿岸部はもう行きたくないって人もいて、やっぱり利用できない方がいるっていうのも事実だそうです。そうだね、今泉天満宮の跡地ね、うん、でもうこの人がいろんなね太鼓さんにいろんな話聞いたね、すごいいろんな話を、はい、で、でそのライブラリーのお庭、まあ、庭周りのお庭に、庭っていうかね、ここは神社の跡、神社の跡地ですね、うん、ここは神社ね、ここにまた神社復活させようという動きがあるからね、でその神社の跡地の中でもライブラリーがあって図書館だね、花をな、花をあの、うん、やっぱり灰色になっちゃったってことはなんか明るいものがなくて人が出てっちゃった、うん、もういなくなっちゃったっていうイメージなので、うん、
やっぱり色が欲しいということで、やっぱり街中にお花を植えたりしているそうです。うん、お花のすぐそばにこれだけが一本だけが残ってる。一本松とはまた別で、陸前高田の一本松有名だよね。7万本があったうち一本だけ残った松も有名なんだけど、この千年杉、千年杉な、今泉の神宮もこの一本だけがじゃーんとな残って、一本だけというか周りが流されたのにこの大杉だけは残ってたっていうな、力強いですね。でこれが朽ちないようにね、みんなでだからそういう意味でお花を植えたり、人の気持ちがなんていうかな、一生懸命この大杉を支えてるよね。でお花植えた時にダーンと虹が出たり、すごい、いいことやればやるほど虹がかかったりするっていう不思議な物語もあるそうです、ね、ああそういう話聞いたね、はい、でこれは、うん、その神社が次の神社な、次の神社はすごいこういう風にしたいという理想というか、なんて言うんだろう、理想っていうかな、あの結局そうだね、こうしたいみたいな、災害を通じて次は高くして神社が津波が来ても大丈夫なような高いところに作ろうと、で、それが逆に避難所にもなったりするようにみんなで、これはだからやっぱり生活の知恵だな。次はこの神社を作ろうっていう風になってるんだよね。はい、はい、まあこういうのを見て、で実はまた、大山さんたちとの交流会に合流したわけだね、はい、交流しました。その時のネタがご飯、夕飯、夕ご飯ですねすごい美味しかったね。美味しかったです。やっぱりでも流された神社の、あれなんだ、津波で一回流されて、でまたすぐ復興してお店もやってて、そのお店には津波到達地点っていう印があって、ここまで来ましたっつってこうやって印が打ってあったんです。でやっぱりそこの近くには海があって、やっぱりほのかはやっぱりそんな津波がすごい海が近いところに建てる、うん、もう一回建設するっていうのは何て言うんだろう、うん、ちょっと勇気がいると思う、うん、怖いな怖いです。うん、それでもやっぱりそこで生きていくとか、先祖の墓があったりとかさ、思い出もあったり、難しいな。でもそれを知恵をみんなが出し合って乗り越えて、ね、やっぱり教訓生かしていくと。でここで実は行った目的の大きなのは、まずほのかはやっぱ明日きっとやってくる歌ってるものとして、でやっぱりほのかから申し出があったんだよな。これ実は、伊藤さんのとこに DM が出て、私が歌ってるんで私が行きたいと、で勉強のテストが悪かったら連れて行かないよって言ってたんだ。そうなんです。でもほのか自分の意思でバーンとメールが届いたからびっくりしたよ。行ってみたかった、やっぱり。はい、やっぱり明日はきっとやってくるっていう歌を歌ってるから、うん、やっぱりあの行って、うん、あの本当に自分の目で見たら、うん、やっぱり今後もなんていうんだろう、もっと気持ちが込められるといいなと思って行ってきました。やっぱり役割あるよね、やっぱりあの歌を通じて。でもう一個は、まあ、そういう意味で現地を 見るっていうこともそうなんだけど、現地の現状を知るってこともそうだけど、まあ、もう一つは子ども地球サミットの今年のテーマです ね、あの東日本大震災復興支援ってことと、今仕込んでるのが南箕輪村君の中学校の水槽学部と陸前高田の水部とが水部とコラボしてっていう企画が今、うん、進行してます。でなんとね、決定したのはエコブルームのなんと子ども地球サミットの、はい、サックスのみーちゃんと、ドラムの白鳥さん水部のね、コースとして。サックスは、ね、まだスケジュール調整。あ、サックス今スケジュール調整。いや、2人ともね、めちゃめちゃ忙しいからね。そうですよね。でもなんか先生すごくいい先生って、サーチャーねらい気に入ってない。うん、すごく、うん、話はね、盛り上がった。うん、うん、で、あのすごく音にした感じなんだけども、ただあの熱意はすごくある方で、子供地球サミットをすごく関心持ってくれてた。私の声じゃ届かないそうだね、うん、はい。で
で上条くんも白鳥ちゃんが白鳥先生が水分に行くときなんか覗きに行ったらいいよ。ぜひ。はい。で、まあそういう形企画は進行していますということで。で今日ね、実はほのかに、はい、ちょっと、尾崎豊っていうアーティストがいたんだよ。で上条くんにも DM 送ったかな。あの DM じゃちょっと渡せなくて、Facebook をアカウント持ってるほのかとか、はい、あとリナとかには送ったんだけど、その尾崎豊の創作ノート、彼はやっぱり中学生の時にノートで、ね、そう60冊ぐらいに、60冊1曲に対して約1冊作って思いをずーっと綴った。で、彼は一番ポイントはね、実はね、教師や大人たちを批判してる歌とか社会に対して批判してるように思われるんだけど、どうした？役者味が出そうだったの、はい、実は一番彼が言いたかったことは同世代の、実は中学生の同じ世代に対して怒ってたの。それは卒業や15の夜っていうな歌にも見られるんだけど、自分たちの世代に対してもっと目を覚ませよとか、お前らこれでいいのかよっていうことを実は一番言いたかったんだな。そういう意味で彼のね、中学の時に書いた、ちょうど中3、ちょうどほのかとか上条くんとかさくらの、あの時だよ、で書いたちょっとねノートのちょっと一部分をちょっと読んでもらおうかな。はい、はい、タイトルがね、タイトル絶望的青春。ちょっと大きい声でいこう。正直に生きたい、そう思うけど、この世の中やりたいことだけやって生きていくことはどうにもできない、どうにもできないようだ。僕の心には夢を見て夢を追いかけても、所詮夢は夢でしかなく、夢に敗れ挫折していくという不安がいつもある。そして僕はどうすればこの世の中で現実に夢をつかむことができるのか、思いを巡らしてみるんだ。学歴がまず一つある。この世の中どんな場合でも学歴で人を見る。何々大学を卒業しましたと、中卒ですでは誰もが中卒に哀れみや同情を少なからずでも持ってしまうだろう。もうちょっと大きいか。僕はそんな世の中の固定観念がなくなればいいと思う。そうすればもっと自由に生きられる気がする。が日本は狭すぎる。右を向けと言われれば向かないものばかりが目立ち、いつも血祭りにあげられてしまう。夢を追うにしても時期がある。中卒で夢を追うにはあまりにも門は狭すぎる。大学を卒業すれば夢を追っても食いはぐれる不安から免れると誰もがそう考える。僕らはティーンエイジャーには一体どんな生き方が最良であるかと聞くならば、ちゃんと学校を大学まで行って卒業することだと世の中の大人たちはそう子供に教えるでしょう。そして学校の先生は生徒にそうはっきり言わずに暗黙のうちに了解させようとするでしょう。そしてこの世の中の固定、この日本の固定観念たるものを口にしようとする生徒には先生はきっと慌てて臭いものに蓋をするように黙らせようとなさるでしょう。なぜでしょう。誰もはそのことについて考えようとしないからです。ただ黙ってそうあるべきだで納得させようとしているからです。人間は自分にわからないものが目の前に出てくるとその事実を信じようとせず、それを頭から拒否し否定しようとしますが、それではいけないと思います。この疑問に答えられる人がいるのでしょうか。ある人はそれは社会に背を向けた考えだと言うでしょう。Okay。 この後まだ前言の続くんだけど、こういうノートを彼は、日常の中で書いてるわけだな。で、KC っていうか俺たちの前に同じようにこうやってノートに綴ってるのは、やっぱり俺が見てるから今安住がこんなことばっかり、まあ文章下手くそだけど、これもうまいとは言えないけど、やっぱり思いがなんかすごいなって思って、でこれほのかとか安住とかやっぱりあと上条君もそうなんだけど、なんていうかな、やっぱり学校で起こってることでほのかが見てきたもの、うん、なんかねそれを、うん、ほのかは行ってきてどうだった？
俺ね、分かんないのがね、案外みんなお前の親父はすごい感情高ぶってて、高田っていうのも高ぶってて、あの日帰れなかったの。次の日もう一日統括していいですかって残ったのね。で、サワちゃんはサワちゃんで行ったからガクンと顔つき変わって、なんかなんていうかな、そうだね、去年やっぱり思いがあった。まあちょっと詳しくは言えないけど、ほのかにとって何なんだろうとかちょっと思っちゃったんだよね。それでも見て何気なくまた普通に生活が送られていくのか、それかお前の中で何かがあったのか、別になかったらなかったらいいんだよ。それがやれとかいう意味じゃなくて、本当に彼のやつの手紙ノート見た時に分かるもん俺、痛い痛いとか、俺も悩んでたし、いろんなこと、だからこういう道来たような気もするし、どうかなと思って。やっぱり被災地に行って、まず最初に何かを思ったっていうより、なんか自分で表現しきれない なんて言うんだろう、分からないじゃないけど、あの表現しきれないっていうか言葉に出ないって感じで、もうなんかただただ見てるしかできなかったっていうか、そんな感じでした。あ、それいいや、こっち側に入ってもらっていいかな。そう、そうだな、なんかな、なんか今ど彼の時代の中学校と、ほのかとか安住とかみんなの時代の中学と何が変わってるかと思ったら、俺もっとひどくなってると思ってるんだよ実は、もっともっと実は尾崎豊の時代の中学校の時よりも、もっと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 俺ひどくなってるような気するんだ、実は。でもなんかみんなは普通に生きてるっていうか、やっぱり受験が時期に来たら受験をやり、まあそれは悪いとは言わない、でもやっぱりなんか思うことないのかなって、なそれでいいのかなとか、もっともっと命とか生きるとか自由とかないのかなとか、なんかもっと強くなるとかさ、ないのかなとか、まあこの間高田ともそんなこといろいろ喋ってたの本当に、okay、またこの続きはじゃあ今年やっていこうか。はい、はいはい、じゃあ歌いきますか、ちょっと気分転換や、はい、ほのか、はい、どっち先やりますか。じゃあやっぱりあれでしょう、ほのかの、はい、今、はい、今ちょうどスクリーンかけてる、仕上げかかってる歌、まあ、いつも課題曲だけどな、何も見えます、 OK、ちょっと一回ね、ギターの時は、あれ消すわ、ギター見えねえもんね、ちょっと待ってね、はい、はい、行こうぜ、はい、それでは聴いてください、愛を込めて花束を。綺麗なの
雪が降る日にといって沢さんのコーラスが入った曲ですこれはほのかにちょっとほのかにもあと覚えてもらってリサにも教えてもらいたくて、実はこれなんか道半ばの歌なんだよ。夢なんか夢を明日の夢は終わるよって言って、ちょっと自虐的なんだけど逆に吹っ飛ばそうと、やっぱり夢は掴んでいこうぜっていう意味で、やってます。はい、じゃあまともに歌えるわけじゃないので、あまりコーラス聞かないでください。うん、まあとりあえず今課題曲で練習し始めたんだね。はい、今日はほのかはあのギターメインで。いやちょっと捨てとこ歌ってくれよ。いやー、はい。はい、
が来る日に。はい、雪が降る日にでした。じゃあそのままラスト、ラストはいでいこう。じゃんじゃんじゃんのほのかな。あ、ラストでいこう。この曲私しかここにいないのに、私ずっとつちゃっ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 てなんかはい、ラストでこれエンディングにしましょう。今日はあれだね。はい、リサイタルで歌ったあの人の手紙、ね、ですね。だから次までにこれ覚えててね。雪が降る日にですか、うん、歌ってことですか。はい、はい、歌詞あるよそれの。みんなこの曲聴いて戦闘モードっぽいって、はい、そうだよね。この曲はかぐや姫の曲ですね。え、さんさん、これリバーブはこっちで。あ、まだ、うん、まだ言ってくるの。先に待って、今ほのか話してるじゃない。ほのか喋っとってる。はい、はい、C and C さんが今来てくださいました。へ、うん、C エンド、 C エンドですね。この前注意されて。誰の曲なの？これね、昔のかぐや姫ですね。はい、オリジナル曲は、このほのかオリジナルも弾けるようになった方がいいよね。お父さんにも私それ同じこと言われた、ね、ちょっと難しいんだよね。お父さんが舌を切ってやってくる弾けるようになれよって言うんですよ。だからほのか難しいって言ったんですよいやいや、でも頑張ればできるかな。お父さんがあの、うん、会社のところで歌いに来てほしいみたいなことを言ってた、言ってて、やっぱりそこで歌うのに、うん、明日を切ってやってくるも弾けたらあの、うん、すぐ行けるじゃないですか。いいね。あの CD とか使わないで。そうだね。それじゃあ次のギターレッスンとかからちょっと課題にしようよ。ちょっと難しいコードのとこだけ、はい、特にやって。そうだね。はハイコードだけきっちりと出れば大丈夫。はい、うん、シムさんに言えば、シムさんに言えば大丈夫。シムさん言ったら早く。誕生日っていうことで、サバさんにいっぱい参加してもらって終わろうか。はい、じゃあほのか頑張れって来てて、さくら。ありがとう、さくら。今日休んだから、はい、風邪かなんかだったら早く治してね。あ、そうなんだ。あ、ほんと。そうなんですよ。昨日の あれじゃないですか、あの昨日外に。あはそんな気がする。そうだ、昨日かわいそうに。さあ、行こうか。じゃあ、ほのかが頑張って。はい。ほとばさわちゃんが途中作ってくれます。はい、では聞いてください。あの人の手紙。Bye.
最後なんか閉まらなかったね。伊藤さんがなんかもう一回行きそうななんか予感だった。そういうことね。すいません。はい。まあ今日は沢さんのハッピーバースデーってことで。ということで沢さんに。本ちゃんは明日なんだけどね。はい、そうなんです。そうなんです。そうらしいです。ありがとうございます。はあ。はい。さくらやっぱり風邪ひいたみたいですね。はい。はい。というわけで今日は早く直せよってお前上から目線やな兄ちゃん。てかツイッターできる元気あんのかよ。はは、みたいな。雷ゴロゴロ。はい。あ、そうでしたよね。昨日だってな。雷鳴ってましたよね。雷もだし、津波も大変だったね。はい。よっしゃ。いいね、いい感じで。はい。では今日はここで終わりです。はい、次回の番組は木曜日の広報番組再放送です。はい。もしかしたら被災地情報こっちの方がいいかな。ちょっとね。この間のやつ、音声がちょっと悪くて、サウンドチェックでな、悪かったんだよね。ちょっと考えます。はい、ちょっとそれは考えそうです。土曜日の再放送があるってことで、はい。はい。土曜日、その次は土曜日の広報番組、はい、7時からですね、はい。ぜひそちらの方も見てください。はい。どうぞ。はい。では、次回もまた見てください。ハノン、さよならー。